痩せたいならお腹すっきり、便秘だとデブ体質なので痩せることができません。そこでこの動画ではしっかり食べて便秘解消、痩せる神食材と生活習慣をお伝えします。ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。便秘解消、痩せる神食材4選と7つの習慣、詳しくお話しますね。では話の流れはこちらです。1つ目、なぜ便秘解消をすると痩せることができるのか、その痩せるポイントと、2つ目、便秘解消、痩せる神食材4選と7つの習慣ということで詳しくお伝えしていきます。では1つ目の項目です。なぜ便秘解消すると痩せることができるのかという、その大事なポイント2つお伝えしますね。便秘を解消したければ、1つ目、あなたの腸内環境をまずは整えること、そして2つ目、生活習慣を工夫することなんです。この2つはどちらも大切になってくるんですね。どちらが欠けても便秘はなかなか根本的に治すことはできません。イコール、いつまで経っても痩せることができない、リバウンドの繰り返しということで良くないんですね。例えば具体的にどうしたら良いのかということで後ほどお伝えしますけれども、1つ目の腸内環境を整えるということは、簡単にお伝えすると、あなたの腸内に痩せ菌と呼ばれる善玉菌の種類を増やしたり、元気にしたり、そしていつまでもあなたの腸内にここ気持ちいいなって住み着いてもらえるような環境をご自身で作りましょうってことなんですね。そのための工夫を後ほどお伝えします。2つ目、生活習慣もしっかりですね。ちょっとしたことで劇的に便秘って治るんですよ。もう私のクライアントの方も本当にもう何年間もね、頑固な便秘が何だったんだっていうぐらいすっきりしましたって嬉しいねご報告もいただいてますから、ぜひ次はあなたの番です。お楽しみに。では2つ目の項目です。今回は便秘解消、痩せる神食材4選と、その後7つの痩せる生活習慣をお伝えしますね。これは私が全部していることなんですよ。でまず神食材の1つ目はこちら、納豆になります。そしてぜひ納豆はですね、このような国産大豆 100% の納豆を買ってください。でよくね、粒タイプがいいんですか、ひき割りがいいんですかとお尋ねいただきますけれども、基本的にはそこまで栄養成分も変わりませんので、お好みで私はいいと思っています。それ以上に大事なことはですね、この添付のタレですね、タレとかからし入ってますよね、これが良くない。この原材料見てください。もういっぱい化学調味料とか添加物が入ってますから、納豆の豆自体はいいんですよ、国産の大豆だからですね。でもあくまでも痩せる納豆を食べていただくためには、イコール便秘を解消するためには、添付のタレは使わないでください。では納豆の便秘解消、そしてダイエット効果になりますけれども、もう納豆自体がとにかく発酵食品ですよね。発酵してるっていうだけで便秘解消に丸です。なぜか、腸内環境を整えるからなんですね。痩せ菌たちの大好物がこの発酵食品だからです。で私の場合はですね、毎朝1パック必ずタレは外してですね、食べてます。で何をタレの代わりにしてるかというと、手作りの塩麹とか、あとはリンゴ酢とか、あのオメガ3系のオイルをちょい出ししとかね、こんな形で痩せるタレを自分で作って食べてるんですよ。そして納豆のすごいところは納豆菌ですね。胃酸、そして熱にすっごく強いんです。ですから生きたまま腸に届いてくれるって、これがまた優れたところなんですよね。他にも血糖値の急上昇をセーブしてくれたり、イコール脂肪をため込みにくくしてくれたり、コレステロールもゼロとかね、あとはやはり食物繊維、タンパク質たっぷり入ってますので、便秘解消、そういうこのネバネバがまた便秘解消にとっても効く優れものの食材ということになります。では2つ目の神食材は海藻類になっています。私の今お気に入りはですね、この国内産の海藻サラダということで、国内の海で採れた5種類の海藻が入っている、こういったのすごく手軽ですよね。お水に戻してもうサラダにして食べちゃうだけっていう、もうこれ簡単。例えばこちらでしたら、原材料がね全部国内産で、
茎わかめ、わかめ、白とさか、昆布、赤とさかという形で、山中フードさんが出ている、こういった、何でもいいですよね、無添加のものですよ。例えばですね、こういった海藻にもあれっていうぐらい、添加物がわざわざ入っている、こういった乾燥タイプの海藻ってスーパーで見かけますから、ぜひですね、痩せたければ、便秘を解消したければ添加物が極力入っていないもの、完全カットが一番いいんですけども、例えばどうしても入っているという時は、その数が少ないものから選ぶようにされるといいと思います。なんといっても海藻はですね、もうぬるぬるネバネバ食品ということで、食物繊維がもう二重丸なんですよね。なのでもう即便秘解消、デトックス、そしてこの食物繊維をたっぷり食べることで、なんと食欲を抑えることができるんです。しかもめちゃくちゃ低カロリーですから、ぜひですね、このようなすごくね、お手軽なね、簡単できるような海藻を日々取り入れてくださいね。では3つ目の神食材はこちら、蜂蜜になります。蜂蜜って思った方いらっしゃるかもしれませんね。もちろんですね、取りすぎてしまうとカロリーオーバーということで気をつけないといけないのは確かですが、もうとにかく蜂蜜ってすごいんですよ。オリゴ糖が入ってます。このオリゴ糖が腸内環境を整えてくれるんですね。グルコン酸とかね、すごくいいです。そしてなんと脂肪燃焼効果もあります。例えば私です、今気に入っているのはこのね、マヌカ蜜、モノフローラルマヌカハニーって言って、こちらの蜂蜜気に入っていただいてるんですけども、別にいろんな蜂蜜いろいろありますよね、美味しい蜂蜜。基本をお伝えしますね、無添加です。無添加の蜂蜜でしたら OK です。でそういった形でだいたい1日大さじ1杯ぐらいを目安に召し上がっていただくといいですよ。しかも栄養価が高いんですね。栄養不足だと痩せることができません。しっかりね、栄養を取ることでやっぱりいろんな臓器がね、きちんと機能して、便秘解消ということもなりますし、やっぱり甘いもの、味付け、白砂糖召し上がっている方は便秘になりやすいですよ。なぜかっていうと、白砂糖はめちゃくちゃお腹を冷やします。そして胃や腸の動きをピタッと止めるんですね。便秘になるに決まってます。なので便秘がち、もしくはもう便秘で本当に苦しんでらっしゃる方は白砂糖を断ってください。めちゃくちゃ早く改善すると思いますよ。では神食材の4つ目はこちら、オメガ3系の脂肪酸を取りましょうということですね。例えば何って、例えばオメガ3とか言うと、青魚ですかとかね、でも青魚なんか毎日食べませんとかと多いと思うので、そこでおすすめなのが、毎日ティースプーン1杯取るだけで OK という、こういった、見えますでしょうか、たまたまイオングループの、ね、グリーンアイのオーガニックシリーズで見つけたんですけれども、オーガニックのエゴマオイル、こちらがオーガニックのアマニオイル、こういったオイルがオメガ3がいっぱい入ってます。でしかもこれオーガニックですからね、無農薬ということで、すごく安心安全のものを皆様もぜひお体に入れてあげてください。でもちろん取りすぎもいけませんし、加熱してもいけません、このオイルはですね。じゃあどうすればいいか、私の場合は先ほどちょっと冒頭でお伝えしましたけれども、納豆1パックにティースプーン1杯ちょい足ししたり、お味噌汁にちょい足ししたり、サラダにちょい足し、もうちょい足しで OK です。1日ティースプーン1杯を目安に召し上がってみてください。このオメガ3系のものを取られると、もうこれもね、腸内環境を整えてくれますし、これ外から摂取しないとねいけないものですから、もうぜひ日々の生活、食生活にですね取り入れてくださいね。ではここから痩せる7つの習慣7選ということで、1つずつお話しします。まず習慣1つ目はこちら、毎日 1.5 リットルの天然水を飲みましょう、かっこ常温かホットで、かっこ閉じですよ。これすっごく大事。冷たいお水を一生懸命飲んでる方、太ります。なぜか内臓がキンキンに冷えるわけですから、代謝が爆下がりです。なのでせっかく飲まれるようでしたら、必ず最低でも常温か左右ですよね、温めたお水を飲んだ方がいいです。で特に便秘の方におすすめなお水がこちらです。フランスの超香水コントレックスで、これもね癖があります。私個人的には美味しいなとは思っていませんけれども、やっぱり日本人とって飲みにくいんですよね、癖があるから。ですから私がお伝えした方はですね、先生ってこれを手作りの、その炭酸水メーカーに入れたらめっちゃ飲みやすいとかね、
このコントレックスとその無添加の炭酸水も半々で割ると飲みやすくなりましたとか、リンゴを擦れたら飲みやすくなったとか、皆さん工夫してらっしゃるみたいですね。でこれ1本500ですから、これを3本分、最低でも3本飲まれますと、これほんと効きます。なのでこのコントレックスを炭酸水メーカーでね、炭酸水として飲まれる方はもうほんと眼科の便秘が4、5日でね、何だったんだっていうぐらい便秘解消しちゃったっていうお話もいただいてますから、ぜひあなたも便秘でつらいですよね。私も過去超便秘1週間出ないとか普通だったんですけども、やっぱりね、毎日すっきり出たらもう最高です。人生変わりますよね。では2つ目の生活習慣はこちら、毎日できれば毎食発酵食品を取りましょうということですね。何でもいいです。先ほどはやはり納豆菌パワーの納豆を代表にお伝えしましたけれども、例えば発酵食品っていっぱいありますよね。調味料だって塩麹、醤油麹、味噌、それからお酢、全部これ発酵調味料になりますし、もちろん納豆一押しなんですけれども、他にもぬか漬けだったりキムチとかヨーグルトとかチーズいっぱいありますよね。もう本当に日本食って素晴らしいなと思うんですけども、そういった形で毎日毎食、今日はこれ食べたなっていろんなバリエーションをね増やしながら、こればっかりっていうよりはですね、はい、ですから毎日この発酵食品を食べましょう。なぜかというと、ちょっとお伝えしましたよね、野生菌たちの大好物が発酵食品だからなんです。では3つ目の生活習慣はこちらです。あ、分かった。もう一回。では生活習慣3つ目はこちら、毎日食物繊維を食べましょう。これも毎食っていうことですね。いろいろいいです。先ほど海藻ってお伝えしましたけど、もちろんお野菜とか玄米とか大麦とか、例えば今手元だけのオートミールとかですね、もう食物繊維がたっぷり入っているようなもの、穀物、あとはやっぱりお野菜とか、ネバネバヌルヌル系食品ですよね、といったのはもう本当にね、めちゃくちゃ食物繊維入ってますから、ぜひですね、お腹すっきりデトックスするためと食欲を抑えるためにはこの食物繊維が一番いいです。では生活習慣4つ目はこちらです。毎日リンゴ酢を大さじ2杯摂るです。でこのリンゴ酢も必ず痩せるリンゴ酢を選んでくださいね。ではどんなリンゴ酢が良いのか、もうズバリこちらです。純リンゴ酢と呼ばれる完全無添加、要するに原材料が国産リンゴ果汁 100% のみ、要はリンゴだけでできているリンゴ酢が痩せるリンゴ酢なんですね。で私はこのリンゴ酢も一押しで、私自身もですね、もう毎日必ず欠かさず取ってるんですけども、これをねお伝えした方がもう本当頑固な便秘だったのに何だったんだっていうぐらいもうね快調なんですよ。ですから特に便秘でおつらい方は、先ほどお伝えしたこのコントレックスっていう超便秘に効く超香水に、これ500ですね、この純リンゴ酢を大さじ2杯入れてよくね溶かしたものを食事中、食前、食中、食後に分けて飲まれると、これもうほんと痩せるしね、便秘解消につながります。では生活習慣5つ目はこちら、100回噛みましょうです。100回って、これ本当に例えばですね、消化に時間がかかるような玄米とかお肉類ですね、噛んでみてください。100回噛んでもまだ口の中残ってますよ。それぐらいめちゃくちゃ消化に時間がかかるものをガブガブバブって食べてね、すぐ飲み込んでしまったらどうでしょうか。胃や腸がめちゃくちゃ負担かかりますし、食べ物のカスがたまりやすいんですよね。そうすると詰まって便秘にもなります。しかもそういったよく噛んであげることで仕事量が減るとですね、お腹に入った時に楽ですよね。負担をかけずに済みますから、ぜひですね、まずは100回噛んでください。そうすると何がいいかって、便秘も治りますけれども、あなたの食欲がですね、普段の4割ぐらいね減らすことができます。めちゃくちゃお腹いっぱいになるんですね、こんなに噛むと。
で、まあ、例えばお豆腐とかお野菜とか消化にいいものはですね、100回も噛まないうちにもうなくなります、口の中。それはそれでいいです。とにかくポイントは噛む、目標100回でお願いします。では生活習慣6つ目はこちら、7時間睡眠にしましょうです。これなぜかというとですね、やはりもう睡眠って素晴らしいんですよね。もう寝たら痩せるという、なぜかっていうと痩せホルモンを作る時間帯がやっぱり睡眠時間だからなんですよね。しかもしっかりとそこで臓器を休めてあげることができれば内臓だって元気になります。ですからまずはですね、なかなか難しいという方も週1でも週2でもいいですから、もう7時間寝てみてください。めちゃくちゃ解消になりますよ。では最後7つ目になりますね、朝日を浴びてください。ぜひ、ただです誰でもねできますよね。これをすることで何が起こるかっていうと、幸せホルモンと呼ばれるセロトニンの材料になるわけですよね、朝日浴びることで。そうするとやっぱり睡眠の質が良くなる、イコール自律神経のバランスが整いますから。何がいいかって、この内臓をね動かしてくれているのは自律神経なんですよね。だからそこのバランス崩れる方っていうのはもういろんな不調が出るわけです。便秘もしっかりです。なぜか内臓が動かないからです、自律神経のバランス悪いから。でも根本は何かって、そういったホルモンバランスだとか、まあ、先ほど睡眠もそうですよね。ですからしっかりと朝起きたら朝日をまず浴びましょう。そうすることで幸せホルモンができて、自律神経のバランスが整って、血管内臓の動きが良くなって便秘も解消しますし、代謝が上がって痩せます。ぜひ朝の習慣として取り入れてみてください。さあいかがだったでしょうか。今回は便秘解消、痩せる神食材4選と痩せる7つの習慣ということで詳しくお伝えしました。まずはあなたのペースでできるところから続けてみてくださいね。必ずいい結果が出ますよ。また実際してみた、先生こんなになったってね、何かありましたらぜひコメントもください。とても励みになっております。それではこの動画のお話は以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録していただきますととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。